富山県第一区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2017年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。2013年公職選挙法改正から2017年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。 1994年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。小選挙区設置以降、第41回、第42回は自民党の長瀬順延と新進党から自由党へ移った広野上司との対決が続き、第43回以降は長瀬と民主党の村井宗明との対決構図が続いていた。いずれも、 法務大臣も経験した長瀬が知名度を生かして勝ち続けていたが、第45回では初めて小選挙区で村井に敗れ、超福力候補していた比例北陸新越ブロックでの復活当選となった。2012年の第46回では長瀬は政界引退を表明、その後継候補となった富山県議会議員出身の新人田畑博明が当選した。 村井は比例復活もできずに落選。村井は、その後、政界引退を表明した。2014年の第47回では、民主党が候補者擁立を見送り、前回無所属で立候補し、落選後、維新の党へ入党した吉田豊氏が再度立候補するも、田畑が2期連続で当選。吉田も、重複立候補していた比例北陸新越ブロックで、復活当選した。 2017年の第48回では、田畑が3期連続当選の一方、吉田は日本維新の会が比例で議席を得られず落選。2021年の第49回では、田畑が4期連続当選し、吉田は立憲民主党の候補を超える得票で、維新の獲得した議席によって比例復活した。 第49回衆議院議員総選挙10月31日、富山県第9次の内閣、第1次、岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日、有権者数26万7782人、最終投票率52.43%第48回衆議院議員、 総選挙10月22日富山県第一区時の内閣第三次安倍第三次改造内閣解散日2017年9月28日公示日2017年10月10日当日有権者数26万8576人最終投票率48.19%第47回衆議院議員総選挙12月14日富山県第一区時の内閣 第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、当日有権者数、26万2560人、最終投票率 46.、46.47%第46回衆議院議員、総選挙12月16日と山県第9次の、内閣、野田第3次改造内閣解散日、 2012年11月16日公示日、2012年12月4日、最終投票率 56.、56.30%第45回衆議院議員、総選挙8月30日富山県第9時の内閣、麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日、第44回衆議院議員総選挙9月11日、 富山県第1区次の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日第43回衆議院議員、総選挙11月9日、富山県第1区次の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公示日、2003年10月28日第42回衆議院議員、 総選挙6月25日と山県第1区時の内閣第1次森内閣解散日2000年6月2日公示日2000年6月13日第41回衆議院議員総選挙10月20日と山県第1区時の内閣第1次橋本内閣解散日1996年9月27日公示日1996年10月8日 ありがとうございます。